続いて折り鶴に込めた思いを紹介する覚えておこう G7 広島サミット折り鶴キャンペーンです。今日は広島市立井の口中学校です。広島市西区の井の口中学校、去年ギネス世界記録に認定された日本赤十字社の100万羽折り鶴プロジェクトに参加するなど、平和の尊さを学んできました。この日は1年生およそ230人が鶴を折ってくれました。世界中の人が幸せであふれた国で過ごせますようにと書きました。ウクライナでは今も戦争が続いていて、たくさんの子どもたちが苦しんでいるので、そういう人々たちにも私たちのような楽しい生活を送ってほしいなと思います。世界から戦争がなくなってほしいです。核兵器の恐ろしさっていうのと、戦争は誰も幸せになれないっていうのを伝えてほしいです。